今話題の裏金の問題なんですけど、やっぱり問題なのは企業献金だと思ってます。あれがなくなれば基本的には悪いことをしないなって思ってるんですけど、これやめれないんでしょうか。お願いします。ありがとうございます。企業献金は30年前にやめるってことを決めてたんですよ。企業団体献金はその代わりに皆さんからコーヒー1杯分2杯分のお金を、いただいて、それを政党交付金、政党助成金として出していく、そういう話だったんですよ。政党助成金を作る代わりに企業団体献金をやめる、5年の激変緩和措置みたいなものを5年間の間にやるっていう話だったんですけど、その5年が過ぎた後に政治のルールを変えるときに企業団体献金なくらなかった。だから詐欺なんです。で、一方で企業が金を渡してこれは政策を歪めてきたっていう現実がありますから、やっぱりこの企業団体献金っていうところに対しては全部なくす、これが本当に現実的なのか。だってそれは全員がそれをと多くの政党政治家たちが受け取ってるものに対してそれに規制を入れるなすなんてことは他には多分やらないわけですね。だとしたらその手前に何があるかっつったら、少なくとも大企業と中小企業と小規模事業者とかそれぞれがこれ資本金っていうものを基礎として基準として寄付できる額を上限が変わっていくんですよ。大企業が一番お金出せるんです。それは大企業の言うこと聞くようになるわなって話なんですよね。少なくともこの資本金で測っていくっていう部分を、どのような企業体であっても平準化するとか一気になくしますっていう話だったらこれそれでいいんですよ。だってもともとそういう約束だったわけだから。でもなかなかそうはならない現実を考えたときにどういうような状況が考えられるかっつったら、そういうことも考えられるのかなと思います。で、私は企業団体献金やめるっていうことだったらやめてもいいと思うんですよ。ただし海外の例えばその政党助成金の出し方、少数野党に対して配分するとかっていうのがあるんですよ。だってアリとゾウが対決してアリが勝てるはずないでしょ。ってことは大きな政党で小さな政党がこれひっくり返すってことがほとんど実質的に無理になっちゃうんですよ。お金がないとやっぱり力持てないような仕組みになっちゃってるから。だとしたら少なくとも、政党助成金っていう形で出すんだったら、その配分に傾斜をつける。少ないところでも大きな政党と渡り合えるだけの力を持たせるってことですね。それだけで政策立案能力だったりとか、さらに知恵のあるものを雇って、政策を作っていくっていうような能力も強化できるわけですよね。そういうような形であったり。で、何よりも政治に金がかかるっていうことを根本的に変えなければ、この議論何の意味もないと思うんですよ。金の出し方、ね、入り方という話はもちろんあるんだけれども、どうしてそんなに金が欲しいんだよって言ったら、政治に金がかかるからだよねって。立候補するのに入場料だけで600万円かかりますって。こんなヤクザな世界ありませんよ、他で。それを考えたらやっぱり、立候補させられる数だけで考えても、大きな政党でっていうのがやっぱり有利になっちゃいますよね。そこら辺の権力の勾配みたいなものをやっぱり鳴らしていくというようなことをするためには、やっぱり資金を、提供していくんであるならば、少数野党っていうところに、多めに配分をし、さらに力を強化していけて、対等に戦っていけるような形を担保するっていうことが条件でなければ、今やられてる話って何なんだろうなって思うんですよ。で、泥棒が泥棒したまんま、法律をまた変えようみたいな話してるわけでしょ。自民党議員の4分の1がアウトの状態なのに、犯罪者の状態で、泥棒が自分たち泥棒に関する法律を変えるってことに対して、皆さんの声をしっかりと聞きましてって、いや、お前そういう立場にないからって、お縄だぜお前たちっていう。だからスタートからしておかしいんですよ。それをなんか受け入れちゃってる野党がおかしくない？何普通に議論しようとしてんだよって。犯罪者たちがルールを決めるっていう、この段階をまず拒否しなきゃダメなんだよってことですね。もちろんルールを変えなきゃいけないと思いますけれども、すいません、ありがとうございます。政党交付金についてはどういうふうに考えてられるかっていうのをお聞きしたかったです。なぜかというと、昔民主党の時代に岡田克也さんとお話した時があるんですけれども、その時に奥さん政治はお金がかかるんですよと、しょうがないんですよっていう話になって、で、各論は違っても総論が一緒だったらゲアさせてあげましょうよって、ゲアをしたら大丈夫
プですよって言ったのに、あの手たらくだったっていう話があって、だからやっぱり私たちはちょっと信じられないところがあるんですね。なのでできたらそういう政党交付金とか債務についてもちょっともう少し考え方を教えていただきたいなと思います。すいません、ちょっとあの2つの問題に今最後すいません滑り込みで入れてきたので最初の方にさせてください、はい、で他の方でその財政どうしていくんだってことがもしもご疑問ある方いらっしゃったらご質問いただくって形にさせていただければと思います。政党交付金、交付金って結構巨額ですよね。でどういうふうに割り当てられるかって言ったら議員の数だったりとか、他にも直近の選挙でどれぐらいの票を得てきたのかとか、そういうようなことを勘案してお金を出していくんですね。でもともとどうしてそういうような政党交付金、皆さん国民一人にコーヒー1杯分2杯分ぐらいのお金を政党交付金に割り当てるということなんですけども、どうしてそういうものができたのかって言ったら、企業団体献金っていうものをさせないためにそういうような枠組みができたっていう基本があるんですよ。で岡田さん、三重の方ですね、あれ言うたかね。あすいません、今のは悪意ないですよ、悪意ないです。ちょっとだらって言っちゃったんで変な言葉もついちゃったっていう。岡田様ですか、イオン岡田とか言って、そんなこと言うたかんよ。すいません、話戻りますよ。で岡田さんに関して私は間違ったことも言われてる方だなっていう認識はあります。例えば消費税に関して、消費税を下げるには時間がかかるから消費税減税っていうのは現実的な選択肢ではないみたいなことを最近言われてるんですね。でも大きな間違いで、世界各国で減税するという国々はもう1ヶ月以内にみんなやれてるんですよ。減税しますって発表してから 議会での手続き、法改正だったりいろんなことを含んだ上で実施までに1ヶ月以内にやれてるんです。だからまあ、消費税減税したくない人なんだなっていう認識が私にはあります。間違った部分もあるかもしれませんけれど、今直接岡田さんとお話をされた時に、奥さん政治はねお金がかかるんですよと、ある意味で政党交付金というものをするかのような発言が過去にあったってことを憤ってらっしゃるんですけど、その岡田さんの言葉は嘘ではないんです。だって一人立候補するのに300万いるんですよ。これ入場料だけですよ、入場料だけで。例えば次の衆議院選挙ってことになったら、入場料、これ選挙区、小さな皆さんの地域、そこで立候補者がいたらそこで300万で、重複立候補比例でもエントリーするすら倍かかるんですよ、600万。これ入場料だけですよ。じゃあ選挙やるのにいくらかかるって考えたら、これ最低でも2000万ぐらい選挙本番になかったら多分ちゃんと回せないんじゃないですか。でそれまでの事前の活動とかを考えると、いくらかかるかって言ったらもうむちゃくちゃかかりますよ。政党交付金をなくすということを将来的に考えるならば、まずなくす前にやらなきゃいけないことというよりも、これがなきゃなくせないよねっていうものがあるはずなんです。それ何かって言ったら、政治に金をかからないようにするっていう、その事前がなければ実現できないことなんですよ。政党交付金もらってませんから私たちはクリーンですよっていう政党もいますよ。でもそれは私間違ってると思うんです。クリーンもクソもないだろって。だって団体企業からの献金をやめさせるためにそういうような枠組みを作ったわけで、本当のクリーンなことを求めていくならば、もちろんこれは政治に金がかからないような仕組みを作っていった上でやめるんだということを、やっぱり合わせてやっていかなきゃいけないことだと思うんですね。で私たちももらってます。逆に言ったらこれがなかったら立ち行かない、戦えない、残念ながらそうなんですよ。でおそらく今年間でどれぐらいもらってんのやろ、5兆円ぐらいもらってんのかな。ごめんなさいね、自分が現金に囲まれたわけじゃないから記憶が数字上で、しかも年何回かに分けて出されるものなので、ちょっと今すぐに私がいくらということを、多分 5兆ももらわれへん、ごめんなさい普段何兆円言うてるから兆って出てきたけど、5兆円もあったらもう速攻天下取れるわ。すいませんね、まあ、やっぱ金が物言うんですよ、金が物言うんです、いろんな場面で。だから裏金作るんですよ、パーティーでね。いやもう絶対ダメですよ、あんなのダメだけれども、1ミリぐらい自分の中ではすごいな、羨ましいなみたいなね、一瞬思っちゃうっていうようなことありますよ。そりゃだって政治は金なんだから、現実がね。それはいいかって言ったらダメですよ。ダメだけども金がなかったら天下取れないっていう仕組みになっちゃってんです。でおそらく自民党とかだったら、おそらく120億円ぐらいかな、政党交付金120億円ぐらい出てくる。それ何年のやつ、令和4年ですね。だから1年前の状態で見たら、自由民主党で、ちょっと待ってくださいね、令和4年分ですよ、ごめんなさい、最新のものがなくて申し訳ないんですけど、令和はその当時で、大体4億1000万で、自由民主党は、160億、立憲民主党が67億、公明党が30億、維新の会が30億で、国民民主党は17億、社民党で2億7000万、2億8000万近くかな、こんな感じですよ。だからものすごい、これ単体だけで見たらものすごい大きなお金ではあるんですけれど、今自分たちがやってる活動考えると全然足りないんです。だっておしゃべり会タダでやってるでしょ、入り口でお金取られました、出口で取りますからね、出口で
そんなことない。そんなことない。だから基本私たちがやってることって、ただでみんなでちょっと喋り合えるっていう場をずっと全国回ってやってるんですけど、それを評価してほしいってことじゃないですよ。そこでお金取るって言ったらまた話変わるじゃないですか。気軽に入ってこれない人たちもいっぱいいるじゃないですか。やりたいことは多くの人たちに政治についてもの言っていいんだっていうような空気っていうのを感じてもらいながら、その空気をそれぞれ広げていってもらうってことが目的なのでいいんですけれど、まあ4億確かに大きなお金で、おそらく令和4年だから5年はもうちょっともらってる、上乗せされた状態だと思うんですけれども、それでもやっぱり足りないんですよ。で、候補者を多く出そうと思ったらさらに足りなくなるっていうのが現状なんです。ごめんなさいね。だから岡田克也さんよりもより熱く私は必要なんだってことを語っちゃったかもしれないですね、これ。申し訳ございません。で、逆に言ったら私たちみたいな、ある意味でこのベンチャーというか国会の中で少数派で、絶対にあいつら倒しに行くぞってことを、考えているような者たちにとっては、やっぱりこれある意味で巨大な権力を持った者たちとの戦いなので、やっぱり資金いるんですよね、軍資金は。そういった意味で今のままでこれをやめるってことになったとしたら、多分立ち行かないだろうな。全部皆さんの寄付からということになっちゃうと、やっぱりその分今やってることのスケールダウンっていうのは絶対に必要になっていくでしょうね。8人の国会議員でやれることを飛び抜けたことを背伸びし続けてやってるんですね、毎回毎回。なのでそれを抑えればやっていける可能性はあるけれども、それを抑えちゃうとやっぱりこの毎回毎回選挙で数がどんどん増えていくっていうことが不可能になっていくんじゃないかなって思っちゃいます。将来的になくせるんだったらなくした方がいい。なくすときには何ができるかって言ったら、やっぱりまず政治に対して金がかからないような状況を作っていくということが一番重要なことだろうというふうに思います。すいません、ありがとうございます。